こんにちは、Rです。スプラトゥーン噂調査団団長 R でございます。今日はですね、気合い寄りでちょっと調査しようと思います。こちらです。じゃじゃん、ありがとうございます。調査リクエストです。現在クレーター付近にグランドバンカラアリーナが建設中、ビッグランが発生中ですが、チュートリアルやヒーローモード序盤にも反映されるのでしょうか。なるほど、ふん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 。このね、空が赤いじゃないですか。これがまあチュートリアルとかどうなるかってことですよね。僕はさらにそれにですね、もう二つね、ちょっと追加調査しようと思ってるんですけれども、この赤い時にヒーローモードをクリアしたらどうなるのか。で、ヒーローモードってね、クリアしたら一回バンカラ街に戻ってくるんですよ。その時の空の色は何色なのか。そしてもう一つ、サイドオーダーをクリアした時にはハイカラスクエアに行くでしょ。その時の空の色は何色なのか調査しましょう。いやー、多分ね、骨が折れるとは思うんですけれども、もしかしたらこれでビッグラン終わりかもしれないじゃないですか。ビッグラン終わったらこれが調査できなくなるんでね、この時にやっておかないと。俺がやらないと。誰がやるんだ。行ってみましょう。ってことはオンラインに繋がっとかんといけんよな。ヨシオはね、オンラインに確か繋がってるんですよ。繋がってるってことはデータ消しゃいんか、ヨシオの。ヨシオ、調査のために消えてくれ。あー、ヨシオが消えた。ヨシオは生まれ変わったんだ。とりあえずチュートリアル行ってみましょう。はい、まずチュートリアルなんですが、真っ青な空が広がってますね。全然ビッグなランは来てなさそう。まあ、これはね、ちょっと予想通りです。あ、でも上、ん？今雲赤くなかった？そんなことはないのか。ちょ、タコちゃんで行こうか。ちょ、8の、8デースで行こうか。18号みたいじゃね？おい、18号、8号じゃなくて18号だ。おほう、スネオで行こうか。18号の8と、スネオ。まあ、今ね、全然真っ青なんですけど、これ、もしかしたらオンライン繋がってない可能性もあるんで、ちょっとね、バンカラ街の広場に行って、インターネット繋げる状態にして、ちょっと行ってみましょうか。ここはショートカットでと。はい、失敗。全然あれですね。エッフェル塔とか、エッフェル塔も見えるもんね。グランドバンカラアリーナか。そっからね。どの時点で赤く染まるんだろうね。これでバンカラ街行った時に赤くなるんかな？最初の。オープニングニュースみたいな。まだね、9月8日の夜9時23分なんで、全然。あれ、青いね、まだ。全然真っ青だ。ここではまだまだ来てなさそうですね。じゃーんと。スプラトゥーン3！ まあ、これニュースは普通に進んでいって、で、サイドオーダーにも行けますよと。オーデンチナマズいなくなりました。これそのまま、あれかな？あ、こんなとこか。フェスのニュースとかないな。お？あ、なるほどね。ここでビッグラン開催が来ましたね。さっき見たよ、ニュース。さっき見たけどね。そうか。まずフェスのお知らせも来んのか。はい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 。で、ビッグラン、これですね。ビッグラン開催されてますよと。これがあるんで、空が赤くなるっていうことですよね。ノルマ7億でね。ちなみにもうカンスト行ってんだって。カンスト行ってんだって。7億は無理やろ。熊さん紹介何考えてんねん。もう行ってるらしいぜ。10億個超えたらしいけど。あ、はい、空赤くなりましたよ。フェス投票に向かえ。なるほどね。なんかね、前一回だけ調査したことがあるんですけど、ハイカラシティからヒーローモードに行って、ヒーローモードクリアしたら強制的にバンカラ街に戻されて、でも表向きはバンカラ街だけど内部的にはハイカラシティみたいなね、ちょっとよくわからんバグがあるんですよ。それ今回は、ハイカラスクエアでやってみようかなと思ってます。つまり、ハイカラスクエアに行く。そこから、ヒーローモードをクリアする。そうしたら、強制的にバンカラ街に戻されるけれども、内部的にはハイカラスクエアにおることになってるんじゃないかなって思うんですよね。ちょっとそれも合わせて調査していきましょう。つまり、サイドオーダーをクリアして、ハイカラスクエアに行く。そしてその後ヒーローモードをクリアする。その流れでやってみましょう。よし、これで上に溶け出たかな。今9時半ぐらいですね。これでちょっとやっていきましょうか。よし、とりあえず、じゃあこの状態でサイドオーダー行ってみましょう。寝ちゃうよ。18号は寝ちゃう。もう寝るときさ、もう真っ青じゃん。もうここで答え見えてんじゃん。やらないといけないのかな。最後までやらんとダメ？もう真っ青じゃん。ビッグラン来てねえわ。多分これ、来んよ。ねえ。もう来んよ。うぞーん。さあ、秩序の街来ましたけれども。あれ、なんでこんなことになっちゃったの？あれ？あ、これ、え？スプラの奥との8の形か。びっくりした。今回はね、エメラルドグリーンの瞳でいきましょう。そうだよ。よし、とりあえずサクッとクリアしますか。出発！時間の場所邪魔かな？こっちでもいいか。
ここでもいいか。飯田ちゃん、なぜあんなことに。助けてあげるよなんてね。俺最初からじゃけスキップがないんだよね、ムービーのね。そこが辛いところ、この調査の。ナイス出たな。だってめー、よーし、こっからが本番だ。行きましょうか。いや、死なずに行きたいな。再度だ、死んだら時間がものすごいかかるもんね。今10時か。よっしゃ、行くぞ行くぞなんてアホな調査だと思いでしょ。でもやるんです。てか、ここ赤いな、今。なんか、あれじゃね、ここだけ見たらビッグランやってますよって言っても過言ではないね。ただこれ毎回赤んだよね。赤いとか、この一番最初に入った時は赤いよね。行こう。よし。無限アルペジオか。ナイス。ラッキーボム入ります。残りいった。来た。よーし、オッケー。ナイス。よーし。うそだろう。おおおおおお。再動だ。一発でクリアできんかったらタイムロスすごいね。ナイス。さあ、マジでここ負けられん。もう何の調査か忘れてるわ。ビッグラン中にヒーローモードとサイドオーダークリアしたら、空は赤いままなのか。っていうことだよね。もう決まるな、これ。よーし。起きろ。8。目を覚ませ。8! いけ !8! まー行こうか、最終戦。大田子、おめえは一人でよく頑張ったよ。次生まれてくるときは、いいやつに生まれ変われよ。サンキュー、ドラゴンボール!カメハメハー!いやー、シャートはヒーローモードをクリアするだけだ。よし。果たして、果たして、空の色は何色なんだい?まだね、ビッグラン中ですからね。あそこに時間出てるでしょ。まさかの青空が広がっております、皆さん。わかってたよね。わかってたよね。わかってたけど、調査するまではわかんないから。スプラトゥーンストレイ。あ、ニュースも入るんだ。あ、そっかそっかそっか。聞いてもらったんは?みたいなね。こういうニュースが入って、あれ?ビッグランは?よーし。で、このハイカラスクエアようこそが来て、これどうすんだろう?多分オンライン繋いだままでやったんじゃけど。あ、スケコが入るかな?多分スケコ入るね。入らんのかい?あれ?ロビー行ってみるか。はい、スケジュール更新ありました。あー、ビッグランになった。これビッグランになりましたね。ランク2にはなってんな。なんでだろう。完全にデータが消え取るわけじゃなさそうだね。ランク2だもんな。え?あ?あれ?俺ヒーローシューターレプリカ持ったまんまクリエイターに行けるんじゃけど。データ消したら、どういうことだこれ。まだクリエイターってことは多分クリアしてないよね。まあいいか。とりあえず、ハイカラスクエアからヒーローモードに行って、クリアしよう。おーおーおー、空が赤いぜ。よし。よし、あとはヒーローモードクリアするだけだ。いきます。
まあ、ヒーローモードはね、サイドオーダーと違って時間かければクリアできるんでね。あれ、真っ青だ。もうこれが答えな気もするけど、最後までやってみよう。あ、今ならもっと調査できるぞ。ちょっと一回戻るね。バンカラ街へ戻る。まあ、これ、ハイカラスクエアに戻るかな。じゃん。ね、オーデンチナマズが、いる。で、バンカラ街には多分おらんはず。バンカラ街の、あ、おらんね、おらんね。はいはいはい。で、もう一個さ、俺今、ハイカラシティに行ったことないんよ。ってことは、ハイカラシティに行ったら、施設の紹介入るじゃん。その時には、空は赤いのかどうなのか。これも気になるよね。やってみよう。一回ちょっとロビーに行って繋いどこうか。まあ、繋がってますね。オッケー。ハイカラシティに行く。おー、青空になった。なるほどね。ってことはこれ、オフラインになっとんかな、また。今日これ、この場面いっぱい見るんじゃけど、どういうことでしょう。あー、で、スケコね。で、こうなると。はいはいはい。なるほどね。ハイカラスクエアに行きましょう。じゃーんと。で、これで、ハイカラスクエア、内部的にハイカラスクエアにおったまんま、ヒーローモードをクリアすると、強制的にバンカラ街に戻るので、最後に、バンカラ街の電車からハイカラスクエアに行くとどうなるのかっていうね。ちょっと、そっちの調査もありますからね。もうぶっちゃけて言います。おそらく、エンディングの空は青いでしょう。だってここ青いもん。ここ赤かったら俺は、ねえ、エンディングも赤いかもっていう風な、ちょっと振りをしたくなるけど、もう青いでしょ、絶対。青いっすよ。青い、青い。青い空は、よね。よし、行こうか。ニンテンドープレゼンツスプラトゥーン3カミングスーン。よーし、やるぞ。ヒーローモードなんてすぐだよな。日付またぐ。おー、てか9月9日じゃん。スプラトゥーン3発売から2年経ちましたよ。おめでとうございます。2年経ってこんな調査してるとはね。いや、俺2年前もヒーローモードやりよったわ。この時間からやり始めたもん。同じことしてら。ナイス。よし、ロケットもできたぞ。行くぞ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 。
じいちゃん。もう少しだ。あと熊を倒すだけだ。1時半じゃないか。ラスボス、ラスボスにふさわしい。なんかヒーローモードやり直しよって、マジでね、熊さん戻ってくるんじゃないかと思ってきた。なんか最後のアップデでヒーローモード追加シナリオとかあるんじゃない？そんな気がするわ。ちゃんとタコなんだね、あそこ。知らんかったわ。よし、やるさ。あ、スネオヘアが。懐かしいスネオヘアを決めた頃が。よし。決めるぞ、クマさん。うらーらららららら。はい。決まった。よし。君たちには負けたよ。あらゆる面においてね。過去を思うより強く、今と未来を見つめるのは実に難しいものだ。私の仕事もこれでおしまいかな。それじゃあ、お疲れ様。結構でかい。小茶けというには結構でかい。さあ、これでバンカラ街に戻ってきた時の空の色ですよね。まあ、予想通り青いっすね。だけどパンタン。よし。終わりましたよ。2時。2時だ。でも俺ヒーローシューター持っとったんだよな。またもらった。2個目。2個目だ。なんだ ?2 個目もらいました。あれ？ビッグランだ。びっくりした。ビッグランじゃん。ビッグランじゃん。いや。ここの画角はないよ。この画角はね、ヒーローモードをクリアせんと出てこん画角じゃけね。実は。よかった。やったー、よかったー。これ、レアです。皆さん、こんにちは。編集中の R です。今ね、この画角が、レアだというふうに、興奮してる R 氏は言ってたんですけど、今日ね、朝ね、ちょっと本当かなと思って、タイトル画面撮ってみたんですけど、タイトル画面撮ったらこれです。これですね。さっきレアだと言っていたのがこれ。タイトルがこれ。全く同じ画角なんですよ。なので、レアでも何でもない、この、街並みを見て喜んでいたっていうところですね。すいません、僕この画角がヒーローモードクリアした時じゃないと出ないと思ってたんですけど、もう通常通りね、スプラトゥーンを再起動したらこの画角でした。でも一個ね、違うところがあって、この窓見とってくださいよ。この窓、これが普通、これがヒーローモードクリア、普通クリア、普通クリア、なんかあるんよね。これは、普通の状態の時にね。これなんだろう。これ昔ね、ヒーローモードクリアした時に、窓を見ると、てんてんてんみたいなね、調査、やったことがあるんですよ。もしかしてこのことだったんかな？見比べんとわからんよね。すごいな、気づいた人。なんかこの、なんかモヤモヤっていうのがなくって、開いてると。なんかね、ちなみに、ビッグランじゃない時はこうなります。ないんですよね。あ、雲が映ってんのかな？でもここ、ずっと動いとるけど何も映らんもんね。で、ビッグランの普通のタイトル画面だけ映って、みたいな。まあ、いずれにせよここの画面はレアじゃなかったということで、すいません。すいません。では、続きをどうぞ。この画角マジレアです。まあ、やろうと思ったらできるけど、あと、ビッグラン開催中にヒーローモードクリアしないと、ここが見れないですね。おい！うわ、まずい、ここで、スケジュール更新されたら、まずいね。ハイカラスクエアにおったじゃん。うわ、ハイカラスクエアに来た！再び、こんにちは。編集中の R です。ちなみにですね、疲れすぎてて気づいていないんですけど、この時の僕はね、この映像めちゃくちゃレアなんですよ。スケジュール更新ね、バンカラ街におるでしょ？バンカラ街からスケジュール更新しますで、スケジュール更新開けたら、ハイカラスクエアにいるんですよ。これね、よく考えたら、ありえないんですよね。
大体スケジュール更新あったらその場で復活するんですけど、これが起こる時ってまさに僕がやった手順じゃないと起こらないんですよ。最初にサイドオーダーをクリアしてハイカラスクエアに行きます。でハイカラスクエアからヒーローモードに入り、でそのままヒーローモードをクリアする。そしたら内部的にハイカラスクエアにいるのでスケジュール更新、まあ、勝手に入るんですけど、スケジュール更新入ったらバンカラ街にいたはずなのにハイカラスクエアに行くっていうね。この映像はあの5時間かけないと撮れない。しかもビッグランのところでなってるんで、もう多分ビッグランが開催されない限りはもう撮れない映像なんじゃないかなと思います。これはマジでレアです。5時間かけてこの15秒のために頑張ったようなもんですね。でちなみにもう一個調査するって言ってたバグがあったじゃないですか。あれはね、このスケジュール更新が入っちゃったせいでもう自然とねハイカラスクエアに行っちゃったんで調査はできなかったんですけど、一応ね内部の街のデータと今いる街のデータが違うよってことはこれで証明されたんで、この映像みんなもねサイドオーダークリアした後にハイカラスクエアからそのままヒーローモードクリアするだけで撮れるんでね、まあ、ちょっとみんなはもうビッグラン中のこれは撮れないと思うんですけど、ぜひやってみてね。これねスケジュール更新やりました。開けるとハイカラスクエアです。どうかこのレア映像に免じて高評価をお願いします。本当にありがとう、みんないつもありがとう。いつもありがとう、大好きだよ。じゃあね、バイバイ。